はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。ここもキャンデルのショーが今日は社会崩壊、人手不足をお送りいたします。よろしくお願いします。まあ、あちこちの業界で仕事でですね、人手不足が発生しています。もうね、なんていうんですかね、もう人が足りないんですよ。で、あの、これは二通りあってですね、あの、人口が少なくなっている、本当に 人数が足りない人手不足と、あと本当はその仕事をできるんだけど、やりたくないよっていう人手不足。いや、これね、校舎の方が専門職は多いんですよ。例えば、あの、教員、先生。まあ、これ不足してるんですよね、正直。で、あのー、幼稚園とか保育園の、まあ、先生いるじゃないですか。 それもなかなか人材が確保難しくなってきてるんですよ。で、看護師不足。看護師さんがね、足りないんですよ。で、介護福祉不足。介護福祉さんが足りない。バスの運転士不足。バスを運転する人がいなくなっているんですよね。で、あと自動車整備士不足。まあ、これはね、車検がね、 車検を義務付けられているのに、その車検を通すための整備資産が足りない。だからもう車検ギリギリに持ってきて、いや、ちょっともう無理ですねっていうね。そんなところもあるんですよ。え、じゃあ他になんか行かなきゃっていうことですごい金額の高いところに、いや、もうしょうがない、ここでやるしかないかっていう、あの、ことも私の身の回りにもあります。あと、電気主任技術者不足。 これ意外なあの仕事の資格ですけども、結構持ってる人がいっぱいいるんですよ。だけど、やりたがらないんですね。では、この中の一つ、私が、えー、よく知ってる人間が、まあ、この資格を持ってる。バス運転士不足の。バスの運転士の資格を持ってるんですね。まあ、大型あの二種ですよね。 で、これ、あの、大型特殊とか、あの、全部持ってるんですよ、その男は。で、あの、皆さん知ってるか知らないかわからないですけど、結構前に、あの、昭和の時代にね、運転免許証、乗用車の運転免許証取った人は、全部ついてるんですよ。大型も何もかも。 全部乗れる免許証って、いや、本当に。今、それ、どうなったのかなあの、もう結構かなり年がいってる人しかそれもうないはずなので、それ、改定されて、これはちょっとやっぱり乗れませんねってなってるのかもしれないですけど、あの、ちょっと前までは、あの、昭和の時代は、本当に全部乗れてましたよ。その人は。大型太郎は何だか全部、最初に免許証を取った人、昭和のだから30年、 前後ですよね。に免許証を取った人は全部、あの、チェックが入ってるんですよ。乗れるように。本当に。いや、あれ何だったんだろうと思いますけど、まあ、車が少なかったんでね、もう免許証取ったら、もう何でもかんでも乗れますよ。全部、全種類乗れますよっていうサービスだったんでしょうね。きっとね。まあ、変なサービスですけど。だから今は違いますね。今は、あの、乗用車の免許を普通免許を持っていても、 まあ、大型のトラック乗るときには、まあ、それ専用のね、免許が必要ですよね。で、人を乗せる場合は、二種免許というね、あの、タクシーの運転手さんもそうですけれども、まあ、免許が必要じゃないですか。で、私の知り合い、バスの好きな人間がいるんですよ。で、バスの運転手をちょっとやったこともあるんですよね。で、どうしてもバスが好きで。で、バスを買ったんですよ。自家用で。 あれは買えるんですね。で、そういうなんかグループがあるらしくて、何百人かしかいないんですけど、日本に。で、そのうちの一人で、あの、バスを持ってるんですよ。で、今は手放して持ってなくて、5年ぐらい前まで持ってたんですね。大型バスですよ。あの、普通の、なんとかバスっていうね。あの、普通のでかいバスですよ。何十人も乗るやつ。あれを、運転して、 ドライブに行く。いや、本当ですよ。あの、駐車場でっかいとこ借りて、東京じゃないですよ。東京の人間じゃないです。東京はさすがにバスなんか自家用でね、置くところもないし。いや、だけど、ちょっと田舎の方なんだけど、ちゃんと駐車場にね、あの、自分家の駐車場があって、そこに、一角にバスが置いてあるんですよね。で、お金のある人間なので、まあ、会社とか、いろんな車が置いてある。車好きなんですよ。で、バスが非常に好きで、 で、まあ、あの、免許も取って、で、一回バスの、ま、運転手をやったらしいんですよね。あの、路線バスじゃなくてね、なんかあの、観光的なバスの運転手をやって仕事ちょっとしたらしいんですよ。一年ぐらい。でも辞めちゃったんですよね。バスが好きなのに。で、なんで辞めちゃったのって言ったら、結局ね、もう人間関係が辛くなっちゃうお客さんにも、あの、 妙なお客さん、変なお客さんがいるんですよね。でそのお客さんの対応とか、あんまりね、この、なんか、人間関係をスムーズに、円滑に、ここなせるタイプじゃないんですよ、話してると。どうしても、どっかで考え込んじゃうんですよ。あ、よかったのかな、あれで、ね、っていうことで。で、女性と、あの、男性なんですけどね、女性とお付き合いする時も、いや、なんかいけないことしたかな、とかね。 なんかプレゼントを誕生日投げたんだから、あんまり喜んでなかったみたいだけど、なんでかなとかね、考え込んじゃうんですよ、本当にあの。考え込むタイプなんですよ。で、バスの運転手をやってた時に、やっぱりなんか結構集団で人乗せるじゃないですか。あお花見シーズンとかね、やっぱり、ね、お花見の観光地に連れて行くわけですよ、ね。で、そういう、なんとか同好会だとか、なんとかクラブだとかね、でゲートボールクラブの人たちとか、ご老人とか乗せたり。 で、すごい、まあ、いい人もいるんだけど、なんか、ああだこうだ言ってくる人がいたりとか、もうなんか、それで考え込んでやるらしいんですよ。ちょっとでも言われると。いけなかったかななんか、あの対応がとか。悩んじゃって、あんま向いてないんですよね。トラックで、その人間が言うには、トラックで、一人で、夜間のトラックで、配送で、ただ、あの、ボンボン営業所になんか、落っことしていくようなね、仕事があるんですけど、 いやそういう方が向いてるなということで、まあ今そういう仕事をしてるんですよ。ボンボン落としていくね。で、結構お金になるんですよ。あの結構中距離ぐらいですよえ。中距離だとドルはもう100、でも100キロぐらい一日に走れますよ。100キロぐらい落としていくんですよね。ぐるっと回ってね。で、それを毎日やってるんですけど、まあ、結構お金になるんですよ。長い間働いてるので、いい給料なんですよ、結構ね。あの結構大きいトラックで。 で、自分でバスを持っていて、まあ、まずあの困ることはなんかない、ないんですかって言ったら、うん。コンビニに入れないんだよねって。いや、それはそう。バスでコンビニ。いや、でっかいコンビニの駐車場だったら入れますよね、きっとね。だけど、あんまりないらしいんですよあ。そんなでかいとこはね。まあ、たまにあるらしいですよ。あの、大きいコンビニの駐車場。 だからそれってちゃんと把握しとかないといけないっていうふな話をして、まあ、それが困るかな。でも、もちろん小さい店は行けないですよね。まあ、スーパーマーケットにバスで買い物ってなかなかちょっといけないので、まあ、そういうちょっといけないらしいんですけど、まあ、他はね、まあ、それほどは困らない。楽しいって言ってましたね。あの、うんで、なんで手放しちゃったのって言ったら、やっぱお金がね、維持費がかかるんですよ。で、バス結構高いんですよ、あれ。中古でも。中古で買っても、 1000万超えてるぐらいの値段だったんですよね。まあ、ちょっと新たしめの中古ですけど。で、まあ、乗ってましたよ。あっちこっち。で、結婚してるんで家族がいて子供もいるんですけど、乗せて、みんな。で何人でも乗るんだよって言ってましたけど、それは当たり前ですよ。その家族ぐらい乗るでしょ。親戚乗せても平気でしょ。家族、親戚ぐらいまで行けますよね。バスだから。<laughs> そりゃね。いや、だけどまあまあ好きなんですね。 だけどそうやってバスを運転して、個人的にバスを持って、維持して、で、運転するのは楽しみで、毎週運転してた人間でも、路線バスは嫌だって言うんですよ。いや、観光バスでもういっぱいいっぱい。で、路線バスはもうできない。いや、絶対無理だって言うんですよ。で、とにかくなんかトラブルとかクレームとか、ちょっとでも間違えちゃうといけないじゃないですか。停留所で、 ま、待ってますよ、お客さん。で、なんか、かけてくる、走ってくるお客さんって言うじゃないですか、あの、バスが来て、待ってくださいとか言って、あれをこう、待ったりとか、ねあなんかそういう、なんか些細な人間関係がもうダメも考え込んじゃうらしいんですよ。基本的には時間通りに止まって、まあ、発着しないといけないので、あんなの、あの、遠くからまだあと2分かけて、あの、走んないと、 バス停に来ないよって人2分も待っちゃいけないんですよね。ほら、本当に。規定ではダメなんですよ、あれ。なんだけど、なんかかわいそうじゃないですか。走ってる待ってくださいとか言って。だけど、そういうのもできないって言うんですよ。もうどうしたらいいかわかんなくなっちゃって、悩んで眠れなくなっちゃうっていうので <laughs>、できないんですよ。だからまあ、なんですかね。やっぱりこう、あとね、その男トイレが近いんですよ。あの、一緒の話してても、 ファミレスとかで、しょっちゅうトイレ行くんですよ、おしっこにね。そんなトイレの近い人間が、路線バスでずっと、いや、まだあの、観光バスはほら、要所要所で休むじゃないですか。で、お客さんも休ませなきゃいけないから、まあ自分もトイレ行けたりするんですよ。だけど、路線バスって、行けないですよね。混んでて、あの、ずっと回んなきゃいけない。あ、どうしてるんだろうすごいでしょ時間がかかっちゃって。 ね、混んでるとだってもう2時間ぐらいはもうその路線をずっと走んなきゃいけないんですから、1本ね。ちゃんと自分が交代するのか、休、まあ、ちょっと休めるのか、なんかするまで行かなきゃいけないですよね。いや、だからあれ大変ですよね。だからお腹痛くなっちゃったらどうすんだろうと思いますけど。うん、だから、だからみんなね、やりたがらないんですよね。そういうのもあって。だからすんごい少ないんですよ、今。 やる人がね。だからあっちこっちの路線バス、まあお金もかかって赤字のところは、ね、あの、廃線にしたい、廃路線にしたいだろうし、運転手さんが足りないっていう理由で、まあ、いやもうここはだめだねっていう、廃路線にね、廃線にしてるところもあるだろうし、いやもうね、大変ですよ。とにかくね、あの、免許、二種免許持ってる人はいっぱいいるらしいんですよ。いるんだけど、 あの、やりたがらないですよね。うん。やっぱ人間関係と、トイレに行けない、ね。トイレに行けない。いや、でもそういう仕事って、いや、私もね、ダメなんですよ。トイレ近いから。本当に。あの、長い時間、例えば6時間とか続けてトイレ行けないで働く作業の、なんか仕事とかあるじゃないですか。絶対トイレ行けない。あ,あんな無理ですよ。みんな、だからよくやってますよね。そううの、6時間。 働きっぱなしでトイレ行けなくて、ねえ、あとお腹とか痛くなっちゃったといや自由にトイレに行ける職場がいいなと思ってますね。働くんだったら、あの、おしっこしたりね。いや、あの、顔洗ったりもしたいんですよね、時々ね。不意に顔とか洗いたくなるじゃないですか。うがいしたくなったりとか。手洗いたくなったりとか。自由に手洗ったり、顔洗ったりしたいんですよ。 でも、それは、あの、できない職場ってあるじゃないですか、6時間以上。あれって、もう、何ですかね、怖いですよね。<laughs> いや、怖い。いや、本当に。いや、怖いですよ。うん、だから、何でしょうね。牛乳飲んでお腹痛くなっちゃう人とかいるじゃないですか。で、牛乳飲んでお腹痛くなっちゃったら、仕事どこじゃないですもんね。だから、そういう時って、 6時間もそこにいなきゃいけないっていう仕事場だと、いやもう、ちょっと勘弁してくださいよってなっちゃうんですよね。いやでもありますよね、そういう仕事場ね。だから、なんか雰囲気的に行けないとかね、雰囲気的にトイレに行けないとか、ずっと我慢しなきゃいけない仕事場ってあるんですよ。そういうのってなんかあの、嫌になっちゃいますよね、だんだんね。トイレすら行けないのかみたいなね。いや自分で、あのなんか集中してて行かないのと、行けないのと違うじゃないですか。 だから、なんか、自由を奪われてるみたいな感じじゃないですか。ね、トイレも行けないって言うとね。いや、まだトイレちょっと行かない、集中してんだよって言うんだったらいいんだけど、そうじゃなくてね、やっぱり、あの、行けないっていうのはちょっと、やっぱり自由が束縛があって、自由が制限されてるみたいな感じはありますよ。これはね。うーん、これますますでもなくなるんじゃないですか、仕事ね。で、今の人って、 なんかあの、インターネットを見てもそうだけど、為替とか投資とか簡単に儲かりますよみたいのが、なんかもうあちこちで、あんな嘘なんですけど、やっぱりなんか魅力を感じてる人がいっぱいいるんですよね。えー、じゃあこんななんか一生懸命な,なんかつまんない仕事してないで、なんか為替とかやって儲けて、ね、なんかオークションみたいの済んだり、なんかすごい20億円の豪邸をね、建てて買って、 まあそういうところで暮らしてみたり、家にプールがあったり、そんな生活したいなとか思っちゃうんですよね。いやだけど、宝くじに新しい人がいるから確かにそういう生活できる人っているんですよ。うん、いるんだけど、あの、パッとなんかハマって才能が噴き出してね、なんかすごい、あの、お金が儲かった人とか、まあ確かにいるんですよ。いるんだけど、基本的に99.9%の人は、 一生懸命コツコツ努力しないとあの、生活の質は向上しないですよ、本当に。人間ってそうなってるので、一生懸命人のために頑張って、感謝の気持ちを込めながら、まあ、仕事をする、まあ、人のすあの少なくとも仕事をして、人の役に立って、社会の一員として、何かが、もう何らかの形で影響を及ぼしている。 あの、別に深く繋がってなくていいんですよ。私もそんな人間関係得意じゃないんで、あの、やっぱ疲れちゃいますよね。もうなんかあの、負のオーラをまとってる人といかいるじゃないですか。そういう人が近くにいると、なんか、飛んできますよね。<laughs> いや、ほんとに。<laughs> 飛んでくるで。なんか映っちゃいそうじゃないですか。なんかそうするとなんか具合悪くなってきちゃって、こっちが。あ、いますよね、そういう人ね。あ,あの、なんだろう。う目が光ってないんですよ。 死んだ魚みたいな目してて、で、なんかあの、瞬きの数も少なくて、なんかちょっと不気味な人って言うじゃないですか <laughs>。いや、でもそれがあの、なんだろう、面白い人だったらいいですよ、楽しくて。じゃなくて、ただ不気味な人って言うじゃないですか。あの、嫌味ばっかり言う人とか、なんか負のオーラがもう吹き出しちゃってる人っていますよね。で、そういう人が、なんか職場にいたり、ね、なんかこう働いてるところの、 中に加わってると、具合悪くなってないや、もう。具合悪くなってきちゃって <laughs>。うん、だから、それは、だからね、私のその知り合いの、まあ、バス5年前まで所有していた男は、もう、た、あの、会社員だったんですよ、最初はね。あの、証券会社かなんかで、あの、腕にいい証券の営業マンですんごい稼いでいたんですよ。まあ、それでバスとかね、あの、持ってたんですけど、お金があって。家も、あの、買ってね。 なんだけど、急に嫌になっちゃってす。疲れちゃって。で、夜、トラックの、もう孤独な配送していて、いやー、今はそれ楽だよって言ってますよ。うん、でも、わかるような気がしますね。人に会わなくて済む。夜、ただ運転してるだけで。で、ただ、あ、どうもお疲れさんですとか言って、おはようございますとか言いながら、荷物を置いていくだけ。で、結構多くの荷物を置いていくので、そんなにね、何十箇所も呼んないんですよ。 7箇所、6箇所、7箇所ぐらいしか読んないんですね。大量の荷物を下ろすので。で、毎日同じところなのでね。あ、同じところって言っても、えっ、ー、と、4つぐらいルートがあって、まあ、その4つを順繰り順繰り行ってるんですよ。だけど、まあ、気は楽だって言ってましたよ。まあ、真夜中なんでね。で、明け方帰ってくるんですよね。あの、すごい、あの、気持ちは楽だって言ってましたね。んで、そんなに大変じゃない、慣れたんでね。もうルートも覚えたし、まあ、あの、 荷物を下ろすところの人も顔なじみになって、まあ今あんまりなんか苦痛っていうか、まあ今までで一番安定してるかななんて言ってましたよ。あの証券会社でバリバリやってる時よりね。やっぱりなんかね、お金をいっぱい扱っていて、その、金の貪欲さみたいな人たちが集まってくる、その、やっぱり負のオーラーですよね。それが飛んでくるんですよ。本当にそう言ってましたね。疲れちゃってっていうことですよね。 損者にはなんか怒り狂うお客さんとかいますしね。まあいろんな人いるわけですよ。やっぱ最初からリスクがあるのは分かっているのに、まあ、お前が勧めたんだ、みたいなね。うん、いるらしいですよ、いっぱいね。まあなかなか難しいですよね、だからね、うん。そういうのに疲れちゃったらしいんですけども。まあ疲れますよ、本当にね、うん。ということで、バスの路線の運転手さん、いないんですよ、ね。 やっぱりいろんな人が負のオーラをまとって乗ってきたりしたらもうや、もうやめてくださいってなっちゃうから、なかなか辛いですね、本当にね。皆さんもね、めげずに頑張りましょうね。いろいろね、コツコツと前に進んでいきましょう。ね、頑張りましょう。応援してますんで。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。